メディカルプラス講師の木下博一です。いや、分かったね。紅生姜だよ。こんにちは、柳井豚です。はい、さあ今回はですね、眠れないの第2回目後編になります。前回はですね、この眠れないって言ってもですね、寝つきが悪いのか、途中で起きちゃうのよね。いやいや、もうね、寝ても朝もうどうしても早く目が覚めちゃうのよね。いや、寝たんだけどなんか寝足りない、体がだるい、この4つのパターンがあるというお話をしました。そしてさらに、眠れないって訴えているのに実は寝ていると、睡眠状態誤認っていうパターンもあるというお話をしました、さあ今日はですね、こちら、まずは生活習慣を変えてくださいということで、若い人だったら夜更かしをしていることが多いから夜更かしをやめてください、そしてね、熟年ですね、年を取ってきたらどうか、この朝晩のメリハリも大事なんですよ。いや、結局ね、あんまりもう年取ってきたら昼間も家にずっといてね、外にも出ない、なんか昼と夜と同じような生活になってしまう。これはね、寝つきが悪くなったりもします。ですから熟年になってきたら昼間に適度な運動、これを心がけるわけですよ。歩くだけでもいいですよ。できればジョギングとか、今コロナの時期だからね、あとは、ラジオ体操でもいいですよ。あ、いいね。まあ、ジャガーさんはね、毎トレーニングしてますからいいですけどね、熟練になってきたらこれも大事、そしてね、これも大事、これジャガーさんやってますけども、眠くなってから寝床に入ると、これも大事ですよ。そして起きる時間は遅らせないんです、起きる時間をきちっと決めときます、そして早く寝床に入っちゃうと、まあ、眠れないのは当たり前っちゃ当たり前なんですよ、まだ眠くないから、だからもうギリギリは眠くなるまで我慢してて、寝ただけど起きる時間を目覚ましてピシッと起きるっていう生活を続けるとですね、このリズムが整ってくるわけですよ。これも大事なことです、まあ、こういうことをやっていただいてもまだやっぱりどうしても眠れないっていう方はお薬になります。睡眠薬ということになるんですね、ですが皆さん気をつけてくださいね。睡眠薬は安全ではありません、なんと依存性があります、これね、実は去年ぐらいからでしたかね、睡眠薬を出す時には必ず説明しなさいというお達しがあったんですよ、それから副作用が出る場合もあります。例えばね、睡眠薬を飲んでよく眠れるようになります。ところが朝も起きるんだけどなんかフラフラしちゃうと、昼間もフラつきが出てしまうと、そして危ない転倒骨折なんてこともあるわけです。ふらつけばですね、転びやすくなりますよ皆さん、睡眠薬効きすぎて昼間もなんかこうこっくりこっくり眠くなってしまう、これは危ないですから、こういうことがあるってことを十分に理解した上でお薬を使ってください、まあ、正しい使い方ではね、非常にこう寝つきが良くなったりする場合もあるんですね。そしてですね、こう眠れない時にはこれ炊飯症状っていうのを伴っている場合が多いんですよ、例えばどういうものかっていうと泌尿器系、男性の場合はね、これまあほぼ必発です、前立腺肥大症、これになりますと一晩におしっこに2回3回4回と起きるわけですよ。これ男性の宿命、これ頻尿、このせいで眠れない、おしっこ痛くなって起きてしまう、本当は寝てたいんだけども、まあ、このせいでどうも起きてしまう、こんなこともあります。それから心臓の病気、例えば胸が痛いとか息が苦しい、咳が出る、代表的なものは心不全ですけども、こういう病気があるとこういう症状が出てしまって眠れなくなってしまう、こういう場合もあります。またですね、ここいっぱいありますよ、呼吸器の病気、例えば喘息、あとありますか、喘息発作、夜中なんかこうヒューヒューしてね、息苦しくでも寝ていられない、起きてしまう、病院へ行かなきゃいけない、まあ、こんなこともあるわけです。あと COPD ですね、タバコを吸ってる方はご注意ですよ、これひどくなってきますと息切れ、まあね、まあ、そうですね、寝てて切れはあんまないんですけども、咳や痰がものすごい出てくる、ちょっと動いただけでもひゅひゅ苦しくなってしまうという病気です。まあその他、この間ありましたね、 SASS、 睡眠時無呼吸症候群、まあこういうものがあって眠れない、まあその他実はですね、消化器なんてあるんですね、例えば胃十二指腸潰瘍、これがあると歯
みぞおちが痛い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 で起きてしまう、ね、そんなこともあります。それからガードって言って昔は逆流性食道炎って呼ばれた病気があります。寝ているとですね、なんかこう酸っぱいものが上がってくる、なんか胸焼きがして、なんかもう寝ていられない、起きてしまう、カーッと熱くなってしまう。そして意外ですけども、この病気の時は咳が出ます。で、咳が出て、で消化管の病気ですと咳が出る場合があるんですよ。咳をしながらうーんなんて言うの。そうなんですよ。やば、苦しい、これ起きちゃうよ、ね、それは起きちゃうよ、それはね。やばい、まあ、もちろんそうですよ。あと、あの腎臓が悪い、例えば透析中の方は皮膚が痒くなってくることがあるんですよ、うん、もう痒い痒いでこう寝ていられない、不眠の原因にもなります。まあ、あとあの脳神経の病気、そして代謝はここでね、うん、皮膚、アトピー性皮膚炎が代表的ですが、うん、痒くて痒い、ああもう痒い、もう起きるね、代謝よくありますね。結構あるね、シャワーを浴びるってありますね。そう、俺はそれだから、朝シャワーを浴びる、めっちゃいいね。そういう時にあの帰りにお父さんの部屋寄らないようにしたらね、起こさないようにって感じしますね。起こしてんの、起きようぜって感じで。あとの精神をね患って、うん、この聞こえないはずのものが聞こえてしまって、寝ていられないと、まあ、いうこともあります。それからこれもありますね、痛くて眠れない。例えば腰が痛いね、まあ、こう上向けないとかね、横向いて寝ないとも腰が痛くてとか、あとガンが骨に転移してしまう、これ痛いですね、なかなか眠れない、まあ、頭痛、脳腫瘍、まあ、片頭痛もそうですね、またこう痛い痛い痛い、もう眠りたいんだけど痛い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 、なんとかしてくれ、こうなりますよ。まあ、でもお薬を使っていただければね、まあ、こういうものは大体解消されるはずです、うん、さあ実際に睡眠薬ですけども、どういうものを飲むかと、実は睡眠薬にも種類があります。どういうことかっていうと、例えばですよ、寝つきが悪い人には、ね、眠りが早く眠れるように、すぐこう眠れるようなお薬を出すわけです、うん、例えば途中何回も目覚めてしまうとか、うん、朝早く目覚めてしまうっていう方には、寝つきがいい薬はあんまり必要ないんですよ。長く眠れる薬が必要になってくるわけですよ、うん、使い分けということが出てくるんです、うん、例えばですね、一番多いのは寝つきが悪いのが多いので、まあ、入眠障害ですね、超短時間作用型、もしくは短時間作用型っていう、睡眠薬を出します。まあ、代表例はですね、超短時間の場合はマイスリですとかアモバ、こういう薬があります。まあ、こういう薬出されてる方は、あ、私は超短時間作用型の睡眠薬を出されてんだな、あ、寝つきが悪いわそれ私の、こういうことになるわけですね。まあ、これでもちょっと弱いなって方はこっちですね、レンドルミンとかリスミン、こういう睡眠薬を出す場合があります、うん、まあ、先ほど言ったように途中で起きちゃうとか、朝早くも起きてもう困るっていう方は、中間型、長時間作用型っていうパターンを出します。例えばベンザリン、ボヒプノールっていうのは中間作用型、うん、まあ長時間型はねちょっと少ないですよ、あんまり出しません、僕もほとんど出したことがないです。ここまでですね、中間作用型までしか出さないですから、長時間っていうのもあるんですよ、うん、ソメリン、ドラールなんていうお薬は長時間作用型です。だけど長く眠れの方を出すとちょっと危ない場合もあるわけですよ、うん、で昼間までお薬が効いちゃって、まあ、フラフラするバタン骨折ということもあるので、これは本当に先生と相談してですね、安易に自分で自分はこれだなとか思わないで、うん、よくよく相談してください。でも絶対ね、不眠の一丁目一番地はこれです、うん、生活習慣の改善なんですよ。そう、これでね、飲めばいいよね、大体はね、ここに問題があるんですよ、ほとんどの方はね。あと病気がある方はそちらを治療しなければ治りませんと、こういうことなんですよね。たしくんどうですか。いや俺思うのはさ、うん、やっぱあとで必要ね。そうだね、うん、俺はほんまに思う。いや、ちゃんとアトピーの治療してんだけどね、大使もね、結構してる、それでも痒くなっちゃうんだね。まあ、アトピーの人だから視聴者いると思うんですよ。いっぱいいますよ、いっぱいいますよ。分かるでしょ、そのこの痒み、痒みがね、めっちゃきつい。あのね、あの特にね、汗かいたとしても雨の中めちゃくちゃ痒くなる、痒くなるね、水浴びると異常に痒くなるんだよ。でもあれでしょ、シャワーで流すとちょっといいんでしょ。いや、あれね、なんかね、俺のなんか気持ちなのか分かんない、はい、なんか
浄化されるとかさああ、うん、こうちょっと痒いのが取り除かれるような、いや、なんか体になんかホコリが出てるのが分かるんで、痒みが一見に戻るね、痛くなくなる。ああ、ジャガさんどうですか、このお薬のことも聞いたりして。まあ自分もこれかなと思うものもありますね。眠れてると思う。いや、ないでしょ、ないでしょ。いや、全くないでしょ。眠る前にちょっと息苦しいかなと思うと心不全かなと思った。はい、全然違いますね。ジャガーさんはもうね、もうすぐ60歳ですよ。ますけどね。でもね、あんなにね、59歳で眠りに問題がない59歳の少ないと思いますよ。一回は起きるよ。すごいよね、全然こう、もうそして再入眠できるというね、すごいよね。いやいや、僕なんかはやっぱりね、どうしても短くなってきましたね。朝早く起きちゃうようになってきましたよ。やっぱ、白川さん年取ったなと。いや、だけどね、早く寝るようになって、その分ね、早く寝て早く起きる、これ健康ですね、一番いいですね。いいね。こういう生活を心がける。最後にね、熟眠障害の方、寝た気がしないわ、すっきりしないわっていう方は、このうつ病の薬が出る場合もあります。これですっきりなる方もいらっしゃるんで、まあ、これは主治医の先生と相談してください。精神科でこう通う場合もありますし、一般の内科でもこういうお薬は処方してくれます。ですから、まあ、自分が大体どのパターンなのかなっていうのを、まあ、考えながら、そして、まあ、お薬はですね、できればこの軽い方から試していただいた方がいいと思います。どこで効くか分かりませんからね、軽く効けばその方がいいです。だけど飲まないに越したことはない。なぜなら依存性がある、副作用があるっていうことを頭に置いて、睡眠薬は使うようにしましょう。さあ、今日のメディカルプラス眠れないの2回目でしたけども、ジャガーさん、やっぱりね、睡眠っていうのは本当に一番大事だと思うので。そうですよ。やっぱ改めて考えると、あ、それは思い当たるっていう人はいっぱいいると思うので、ぜひね、なんか心配だったらやっぱ先生に相談した方がいいね。はい、僕にでもいいですよ、大丈夫ですよ。本当。はい、大志くんどうですか。皆さん、アトピーにいいのか。まあ何も言ってアトピーね。はい、いや、もうね、一緒に練習が食べましょう。なんでなんだろう、違う、全然違う、違う、全然違う。はい、ということで目になりましたね。よくなった、本当に。ということで、広勝さんどうぞ。はい、今日のメディカルプラスいかがだったでしょうか。次回のメディカルプラスもお楽しみに。See you again.